ちは。こんにちは。児玉くつぐさん、今日はお越しいただきどうもありがとうございます。ありがとうございます。くつぐさんは広島県の出身でいらっしゃいますね。はい。その生まれになった場所というのはアーティストになることを決めるきっかけになりましたか？はい。父がすごく美術館についていってくれることが多くて、はい、そのやっぱ芸術に触れる機会が多かったので、そのうち自分も絵を好きになりました。そうです。絵を描くことについて、はい、くつぐさんはどんな点に魅力を感じてますか？くつぐさんの表現したいメッセージを作品を通してどのように表してますか？難しいですね。そうですね、私の絵はほとんどライブペイントで描くことが多くて、それは人と人のつながりをすごく重視しています。その場でしか味わえない空気や人の出会い、そういうものが絵に描けたらいいなと思っていつも描いています。くつぐさんにとって絵を描くことの魅力はその表現方法と深い関係があるんですね。人と人のつながりは魅力であり原動力なんですね。くつぐさんが今まで一番好きなプロジェクトは何ですか？2008年に The Design Art Award in the Project of Revitalizing the City of Hiroshima で受賞された16メーターの壮大な壁画でしょうか？はい、その通りです。この仕事はもともと橋の下にたくさん落書きがしてありました。そこを子どもたちの学習の場に生まれ変わりたいという広島市の思いがあり、それで私の絵を依頼されて、私はとてもプロジェクトに賛同したくて、1ヶ月間橋の下で毎日描き続けて16メートルの絵を完成しました。はい、すごいですね。はい。1ヶ月も描き続けたんですか？大変でしたね。でも壮大なプロジェクトを達成させて素晴らしいですね。達成したいと思う明確なゴールはありますか？活動を続けていく原動力は何ですか？私は本当に人と出会うことがとてもこう原動力になっているので、いろんな国の方といろんな場所で、たくさんライブペイントを今後も続けていきたいと思います。それは素晴らしいですね。ライブの意味は大きいと思います。ライブで絵を描くことによってより作品のメッセージが見ている人に伝わるのではないかと思います。ぜひ続けていってほしいと思います。伝統的な日本文化と日本のポップカルチャーの対比についてどのようなお考えをお持ちですか？伝統的な伝統的なものもポップカルチャーも昔にとってはポップカルチャーだったと思うんですね。だからその時代のいいものが今に伝えられてるって考えているので、今のポップカルチャーも今度100年後200年後伝統的なその文化と変わっていくと思うので、自分もそういうこの文化の中に入っていけたらいいなと思っています。伝統かポップかという比較よりも素晴らしいものは残っていくということですね。くつぐさんの活動に期待しています。Amazing Japan についてどのように思いますか？なかなかこう海外で日本に興味を持っている方に出会う機会、知る機会がなかなか日本に住んでいるだけの日本人にはない機会なので、本当に今回 Amazing Japan の団体のことを知ってすごく嬉しく思いました。今後も日本を紹介するというプロジェクトをどんどん広めていただき、日本の皆さんにこんなに日本を好きでいてくれる外国の方がいるってことを知ってもらいたいなと思います。頑張ります。ありがとうございます。インタビューにお付き合いくださいました。
どうもありがとうございます。ありがとうございました。